遠山智司、遠山智司天保9年11月21日は、身の内義藩の、第11代藩主。第9代藩主、遠山智清の長男、遠山智福の長男。母は、側室、保守議員。性質は、丸亀藩主、京国公中の幼女、後と。形質は、岡部長卿の娘、栄公院。子に、友六、友く、ん、小田町駅。 正明官位は、十五位下、行部所有、身の守る。陽名は佐吉。天明七年四月開日、第十代藩主、友釣の養子師であった父友福が創生した。そのため、天明八年四月二十二日、友子と武器が、祖父友釣の着孫となった。完成四年十二月二十一日、祖父友釣の隠居により、家督を相続した。 幼少のためにしばらくは、日ご人吉藩主、相良長官の補佐を受けた。完成9年2月9日、将軍、徳川家成に配越した。今日は元年12月16日、十五位下行部商有に助任する。後に、身の守るに改めた。今日は3年5月6日、寸譜かばを命じられた。反省においては、行き詰まった。 犯罪制裁権を目指して倹約令を頻繁に出し、借り上げや貸し下げ、さらには、家臣の統率強化にも努めた。天保9年11月21日、53歳で死去し、後を三男の友六が継いだ。墓所は、岐阜県中津川市内にのう林寺。ありがとうございます。